SB2A バッカニア A-34 バミューダ。飛行する SB2A-4462 から865機 SB2A バッカニアは、ブルースター社が開発し、第二次世界大戦初期にアメリカ海軍等で運用された、艦上爆撃機である。アメリカ陸軍でも採用され、陸軍での正式名称は A-34 バミューダ。米海軍による愛称のバッカニアは、 カリブ海でもっぱら、スペイン戦績の船を襲撃していた、私略戦団の意で、米陸軍やイギリス軍での愛称の、バミューダは、北、大西洋にある、バミューダ諸島のことである。アメリカ海軍の航空母艦航空隊向けの、艦上爆撃機として、単用、全金属製の急降下爆撃機として開発された機体で、アメリカ海軍、 海兵隊の他アメリカ陸軍航空軍でも A-34 として採用された。アメリカのほか、イギリスとカナダでも採用され、当初はオランダでも採用予定だったが、開発、製造元のブルースター社の規模に絡む諸問題により生産が大幅に遅延して、実戦部隊への納入が遅れ、量産機は実戦投入前に旧式化してしまい、オランダは納入が遅れている間に、 ドイツに降伏してしまったため、オランダ輸出予定分も米国海軍に引き取られ、アメリカ陸軍は発注を取り消した。採用試験で高性能を示した試作機に比べ、量産機は性能が芳しくなかったため、英国に供給されたものも含め、実戦に用いられることなく、訓練や標的栄光、一部の機体は地上教材としてのみ利用され、 最終的に1945年の初めには大半がスクラップとして処分された。SB2A はブルースター社の自作であるソマイナス32が採用されず、試作段階で開発終了となったため、ブルースター社が自社で開発と生産を行い、正式採用を受けた最後の航空機となった。アメリカ海軍は1938年、 新型艦上偵察爆撃機に関する要求をまとめ、国内各社に提示した。ブルースター社はこれに答え B-340 の社内名称をつけた設計案を提出、前作 SBA の性能が高かったこともあり、1939年4月4日、海軍当局は B-340 を採用した。 試作型 XSB2A-1B-340 の細部を回収した。試作機は1940年12月24日に XSB2A の名称で発注された。試作機は1941年6月17日に初飛行し、前作 SBA を上回る性能を示し、これを受けて SB2A として正式化された。アメリカ海軍のほかアメリカ陸軍にも、 対日海戦によって不足している航空戦力を急遽増強するため、1942年2月に急降下爆撃機として採用され、A-34 の正式名称が与えられた。イギリス空軍からは750機、さらにイギリス海軍でも艦上爆撃機として4機、標的栄光機として1機を導入して評価テストが行われたが、採用はなされなかった。 オーストラリア空軍では1941年に240機を発注し、同年中にまず11機が引き渡される予定であったが、生産の遅延と量産機への低評価から、1941年11月には発注がキャンセルされている。カナダ空軍でも3機を試験用に発注した。なお、イギリス及びカナダ軍では、本機はバミューダと命名された。 このほかオランダより東インド軍航空隊向けに162機の発注があった。これらアメリカ海軍への正式採用とイギリス及びオランダからの発注を受け、ブルースター社では量産型への回収作業と本格的な生産の準備に入ったが、試作機から量産型に回収するにあたり、爆弾搭載量を500ポンドから1000ポンドに倍増、固定武装を強化して、 走行を改良、強化したことにより、全体的に大型化し、機体重量は3000ポンド以上も増加した。これに対処するために、動力重座を廃止するなどして、重量軽減と、空力性能の向上に努めたが、総重量に対して、エンジンの出力が不足していることは解消できず、量産機は試作機に比べて大幅に性能が低下する結果となった。 会社の規模が小さいために工場の規模も小さかった。ブルースター社は本機の大量受注に成功したことに対応するため生産能力を拡充すべく大規模な新工場の建設を進めたがアメリカの第二次世界大戦への参戦を見越して大手航空機メーカーがのきなみ工場を増設拡張したために小規模企業であるブルースター社は工場用地の獲得に難重し 1941年に、ようやく、ペンシルベニア州ウォーミンスターに用地が確保された、新工場の完成は大幅に遅れる結果になった。さらに、急激に航空港の需要が増大したために、公員の確保にも苦労し、資本力が小さいため工条件を提示できない、ブルースター社では、技量の高い公員を確保できず、これらの問題から生産は遅延し、 イギリス向けの最初の生産機が完成したのは1942年6月のことであった。オランダ向けの生産機は生産が遅延しているうちにオランダが降伏してしまったため、1943年8月にアメリカ海兵隊航空隊向けの練習機 SB2A-4 として完成して納入された。SB2A は英国に供給されたものも含め各方合わせて 総計771機が引き渡された。対戦末期には生産されたものの納入されない機体が多数存在し、それらは工場の生産ラインからロールアウト後そのままスクラップとされた。ブルースター社では引き渡されなかったものを含めると1052機を製造した。SB2A はアメリカ海兵隊発の夜間戦闘機部隊で訓練機として使用されたことをはじめ、 練習機としてのみ運用されたが、練習機としても、強度不足などいくつかの問題点を指摘され、以後は、アメリカ軍、英連邦軍ともに、標的栄光機もしくは、地上教材としてのみ使用された。前述のように生産が遅れに遅れたため、主発注者のアメリカ海軍に生産機が全て、納入されたのは、契約から実に1年半以上経過した1944年5月である。 この時にはすでにカーティス社の生産した SB2C が大量に生産されて納入されており SB2A の必要性は全くなくなっていたイギリス軍及び A 連邦軍においてもすでに一世代旧式のバミューダを急降下爆撃機として使う必要性はなく引き渡された機体はすべて訓練用とされたがそれらの用途にしても既存の機体が十分な数あり 実際にはほとんどを使われなかった。アメリカ陸軍向けの機体はまずは、イギリス向けのレンドリース生産分を、納入変更する形で引き渡され、ついで陸軍向けの機体の生産も開始されたが、生産が本格的に始まる直前に発注が取り消されて、陸軍向け発注分は改めて、イギリス向けのレンドリース品として発注が切り替えられた。しかしこれはイギリスでは採用されなかったため、 すでに生産されてしまった機体は、アメリカ陸軍が引き取った。アメリカ陸軍航空隊においても、やはり、性能面で問題があるとされ、実戦機としても、練習機としても使用されず、地上教材及び予備機としてのみ使用され、1944年には運用を終了した。アメリカ軍及びイギリス軍に納入された SB2A は1945年の初頭には、 大半がスクラップとして処分された。SB2A は練習機、訓練支援機としてのみ用いられ、実戦で使用されなかったため、実戦機としての評価はない。試作機の性能は高かったものの、量産型への回収で大幅に性能が低下しており、同じ要求仕様に応募して、強作機となった XSB2C に比べ最大並走搭載量が半分しかなく、最高速度。 後続距離ともに見劣りしており、仮に実戦配備されても高い評価は得られなかったであろうと推測される。練習機としてもエンジンの馬力不足から来る機動性の不足、さらには合成や安定性が不足しているため、技量の未熟な訓練生の扱う機体としては不適格であることが指摘され、以後は標的栄光機として使用された。しかし、本機の強作機であった、 SB2C も大量生産されて前線に配備されたにもかかわらず、試作機から量産機に変更するにあたって強引な設計変更を行ったために安定性が大幅に低下、操縦性あり着艦性能に問題を生じ、操縦した力 SB2C とはサンオブエビッチセカンドクラスの略だと呼ばれるなど実用機としては問題が多く SB2C に比べて 本機の航空機としての性能は特段に低いものではなかった。SB2A が実戦で活躍できなかった原因は、一重に製造メーカーの生産能力の乏しさによる生産、配備チェンによるものである。航空機評論家の岡部伊作は、岡部だ、作名義で執筆した著書、世界の脱作機一の中で、アメリカ海軍なら、バッカニアでも日本軍に勝っていただろう。世が世であれば。 SX 級空母に積まれて、日本の戦艦を沈めまくったのかもしれないと評している。ブルースター社は次に手掛けたアメリカ陸軍向けの機体であるソマイナス32の開発に失敗し、以降は F3A コルセアの生産に専念したが、これも大幅に生産が遅延して問題となり、F3A の生産終了後にアメリカ海軍からの援助が打ち切られ、1946年に、 倒産した世界の脱作機シリーズありがとうございます。